あらきた仮面。あらまねしゃ。なあ、いいだろ。ダメよ。ダメダメ。わなあ、いいだろ。ダメよ。ダメダメ。どうも。荒川エレクテル連合。オワコンユーチューバー荒北仮面パイセンだぜ。今日は、沼津のサイクリストの間で流行っている補給食。沼津のサイクリストといえばな、プラプラチャンネルとか、チンポッキーさん、そして、ターニーさんやカルロス、そして、ブッチャーさんがいる。そんな人たちが食べている、サイクリストの沼津のサイクリストが食べている補給食。最強の補給食、今日のゲットした、みんなに紹介していこう。これだ。プシャー。プシャー。ドラマ「弱虫手紙」エキストラに配られたバッグ、この中に入っている。これすごいだろう。ちょっと自慢させてもらっていいか。これドラマ弱虫ペダルにエキストラとして参加した人がもらえる、このな、トートバッグかな。トートバッグだ。荒北仮面、なんでこれを持っているか。秘密マンドリルだ。なんでこのドラマ弱虫ペダルに出た、エキストラとして出た人しかもらえないはずのこのトートバッグ、なんで持っているか。それは秘密マンドリルだ。でこの中にな、その沼津のサイクリストが食べている補給食入ってる。早速出してみよう。ご存知の人もいるかな。これのっぽパン。知ってる？これのっぽパン読めるかな。のっぽパン。これのっぽパンっつってね、沼津の人だ。沼津のパン屋さんが作ってるのかな。沼津の人は結構ね、子供の頃から食べている、1978年創業のね、パン屋さん、1978年創業の、パン屋さんが作っているのっぽパン。これなんか山崎パンでもなんかこういうパンあるんだけど、こののっぽパンの、まあちょっとね、12年前、23年前かな、23年前話題になった、23年前から話題になっているあのラブライブサンシャイン、そのねラブライブサンシャインの、バージョンののっぽパンがある。こっちは、スタンダードなチョコレート味なんだけど、これね、ラブライブサンシャインは一味も二味も違う。見て、この9人のね、アクアの9人のメンバーがイラストで描かれている。荒北仮面が推しているダイヤちゃんもね、ここにいる。ダイヤちゃんもいる。ダイヤちゃんかわいい。ダイヤちゃんかわいいね。ツンデレ強がり女子ね、かわいいマンドレル。ダイヤちゃん愛してるよ、ダイヤちゃん。そんなわけでね、今日ダイヤちゃんからこれもらった。ダイヤちゃんから送ってくれたんだ。でティラミス味ね、のっぽパン、ティラミス味、ダイヤちゃんが送ってくれたのっぽパン、ティラミス味。ちょっとな、じゃあな、早速、実食してどうしようかな。もったいないな、一気に食べたら、美味しさ。のっぽパン、チョコはな、これは後でな、荒北仮面ジュニアにあげよう。もう一個も荒北仮面ジュニアにあげるから、今回試食するのはな、この1本のっぽパン、ティラミス味、このな、ラブライブサンシャイン、光って見えないな、ラブライブサンシャイン、アクア、9人の可愛いアイドルたちが描かれたこののっぽパン、ティラミス味、いただきマンドレルにしよう。じゃあ早速いただくぞ。補給食としてな、優秀だな。これ446キロカロリーな、こんだけあればな、朝練程度だったらな、十分満足ですが。じゃあ早速なんかを取り出してみよう。あ、そうだ、やっぱり山崎のあのパンに似てるけど、クリームとか入った、チョコとか入ったパンに似てるけど、こっちはな、コッペパンスタイルだな。のっぽパンは、コッペパンスタイルだ。この中にな、多分ティラミスのクリームが入ってるな。ちょっとちぎってみようかな、どんな感じか。あ、こんな感じ。ティラミスだからね、ちょっと色があれだけど、あ、光っちゃってる。あ、ほらティラミスのクリーム見える、見えるね。美味しそう。マンドリル。じゃあちょっとな、さすがいただいてみよう。いただきます。マンドリル。うん、あ、めっちゃティラミス。お、ああ、ダイヤちゃんの、ダイヤちゃんとチューしてた。ダイヤちゃん、ダイヤちゃんとのキスを思い出す。ああ、ダイヤちゃん、ダイヤちゃん、ダイヤちゃんかわいいね。ダイヤちゃんかわいいな。もう一回食べよう。ダメだぞ、これ食べるときに変なこと想像しちゃダメだ。これを食べるときはダイヤちゃんとフレンチキスな、フレンチキスしてる気分で食べろな。やましい、その先のことを考えるな。やましいこと考えるな。ダイヤちゃんとフレンチキスだ。ダイヤちゃん、ダイヤちゃんのキスはティラミス味。フレンチキスいただきマンドリル。うん、ばっかりマンドリル。うん、そんだけでね、まだ口の中入っちゃ喋れないね。最高に美味しい。沼津のサイクリストが、まあ、リピートする意味はな、分かった。美味しいし、ラブライブアクアの各キャラとの、推しのキャラとのキスが楽しめるな。このノッポパン、ノッポパンラブライブサンシャインアクア限定のな、ティラミスおすすめマンドリルだ。それじゃあ荒木高めんな、ダイヤちゃんとフレンチキスしてエナジーチャージ完了マンドリル。それじゃあオルトレでトレーニングいっちゃいまショータイム。それじゃあまたおう、アリーベッデルチ、さよならだ。荒北仮面。